あ、あん、ざ、複数の S についてやります。英語は数にこだわります。それで、あっていうある一つのっていうのは名詞にはつきます。それで、あ、ペン。そうやって、あがつきますね。日本がこだわないけど、英語はこだわります。そして、あんっていうのは、母音で始まる語句、アイウェイーで始まる語句は、あんになります。あアんア、あぷ。あで始まるから、あん、ッぷってなりますね。 でザってのはそれと分かる特定的ものザ・ペン1回目にア・ペンって出てきて2回目はザ・ペンって出てきますでザ・サン太陽1つしかないからザがつきますザ・スモーレスと一番小さいこれも一番小さいのは1つしかありませんねそして複数には S がつきますア・キャットってまず数にこだわって1つ1匹はア・キャットそれで2匹以上はキャットと S がつきます